1967年9月10日ここ映画グランプリでおなじみのイタリアのモンツァーサーキットにレースの好きなイタリア人が朝早くから集まります。ホンダは新設計の F1 でこのイタリアグランプリに挑戦します。ホンダが決めた日本の F1 カラー真っ赤な日の丸がイタリア人の目を集めます。 2992cc V 型12気筒DOHC のホンダエンジンは420馬力、最高速度350キロ以上、数あるレーサーの中で最強を誇っています。ドライバーはイギリス生まれの名ドライバー、ジョン・サーティーズ。26歳でオートバイの世界グランプリに参加し、7つの世界タイトルを獲得、技巧派ドライバーのナンバーワンです。新しいフォードエンジンを乗せたロータス。ジム・クラーク、グラハム・ヒルとトップクラスのドライバーを備え、最も強力なチームです。昨年のチャンピオン、40歳を超え、今も健在のジャック・ブラバン。優勝を狙う地元フェラーリ、ドライバーはクリス・エイモン。15万を超す大観衆の目が集まるうちに、いよいよスタート。第3グループのホンダ、スタート9位でやや遅れましたが、回を追うごとに力走、第2グループに迫ります。期待通りのハイスピードレースです。過酷なレースにデニス・ハルム、ロータスのグラハム・ヒル、フェラリのエイモンも続々リタイア。420馬力の強力なパワーに物を言わせて、65周目、ホンダついに2位に進出し、ものすごいデッドヒートを展開するトップグループクラーク、そしてブラバムが逃げ切るか、ホンダ抜くか、予断を許しません。最終ラップ68周目、最終コーナーを回った。サーティーズアクセルをいっぱいに踏んだ。ホンダ抜いた。ホンダ F1 堂々優勝。68周1時間43分45秒にわたって展開された過酷なレース、しかも平均速度226キロ、新幹線を軽く追い抜く驚異の新記録を樹立。ホンダの技術とドライバー、メカニックの見事なチームワークの勝利です。